問ありがとうございます。パーソナルブレイクで、KIN。はい、金さんですね。はい、リピートありがとうございます。スターズ、ファイネスト。で、こちら今日、ね、発送します。ようやく、はい、正月休みが取れそうな感じです。はい、じゃあね、こういった。開けていきます。はい、あ、あ、赤くない？赤はスターズ5、10、どっちだっけ？はい、オレンジ、黒まではき、あ、黒が10だから5か。サインかどうかという問題ですよね。一気にいっちゃいますね。はい、せーの。あ、サインありだ。はい、ご知りきました。モーリー・ミラーさん。別の色のやつね。うん。ご知りが来ましたね。結構やっぱシリアルオート弾きやすいね。うん。やっぱなんか生産数は前、だいぶ前の17ぐらいのスター・ウォーズのファイネストに近いのかな。18とかあったよね。本当あの頃は、本当あの、店内だけでスパフラ20何万円くらいですんで。はい。ゴールドも来てる？ボバ。おお、はい。おばちゃん。へー。あー、結構やっぱり、いいっすね。シリアルートも弾ける方なんだな。よいしょ。はい。99シリのグリーンですね。金とグリーン来ました。お、サイン2枚だ。はい。はい。ミンさん。うん。へえ。こういうパターンもあるんだな。なんか重なっちゃってる場合も結構あるんですね、ミニボックスで。で、こっち側からね、まあ、だから考えてないってことですよね。5パックずつだっけ？だボックス見てない状態で梱包してんだろうな。6パックずつだから、みたいな。12パックをこう、2つに適当に分ければいいっす、みたいな。はい、C3PO。そんな感じですよね。だから、こう、片方から2枚出たりしちゃうんだろうな。工場とか変えちゃうと、そういうね、認知不足がやっぱり原因が、カイロレン。そういうのが起きちゃう。まあ、片側、サインが2枚出て、こちら側から出るかどうかというものですね。前一回、初日かな？ありましたが、その時は片方から2つ出て、もう片方から出なかったですね。まあでも、まあ、12パックで2ヒットだったらというところで、あ、サインさんだ。こういうのもあるんだ。はい。うん。ライダー・マクラフリンさん。リーダーなのかな？うん。こちらも新キャラですね。店長わかんない。はい、新しい作品のね、ボバかマンダロリアンの3か4ぐらいに出てんのかな。うん、なるほどな。そういうところ、あ、アナキンかっこいいね。これにサインくれっていうね。で、フィンの99、サイン3パターン。お、メスイドのリフ。で、注意。となりました。はい。サインがね、一箱で3枚出ました。あ、これちょっと大きい方だ。ちょっと待って。よいしょ。まあ、お得。と言っちゃお得ですね。こうなると。で、ご尻の音が来ましたね。
やっぱり出やすいんだな、やっぱりシリアル音で。低いところがなんか出てるような気がしますけどね、うん。昨日もあのこっちのベースの方のシリアルでね、少ない方出てましたからね、結構ね、コンスタントに。まあ去年一昨年ぐらいのファイネスト、一昨年はファイネストだったかなと比べたら全然買いやすいようになってると思いますけどね。まあ上位陣はいなくね、お亡くなりになった方とかもいますけど、まあ、新たに書き始めてる方もいますし、まあそこはね、ファンの方の個人差の思い入れもあるでしょうからですけどね。はい、シリアルは4来ましたね。199が1個に対して99、99、50という、うん、適当さぶりが、はい。そしたら普通199があと2枚ぐらい出てないといけないんですけど、なんか適当っすよねっていう。で3位は3出ました。5シリが来ましたね。はい、まあ3人とも実写系でしたね。アニメもちょっと言いますけど、まあ初入手だったらっていうところでしょうか。じゃあこちらでね、今日発送いたしますので、お受け取りよろしくお願いします。またぜひチャレンジしてください。ありがとうございました。